あ、またまた。おじいちゃんの話なんです。ライブを月1回やってましてですね。赤坂でちょっとやってたんです。今年の3月で、ちょっと休止活動になる。別に理由は何もないんですけど、ただ毎日が暇だなって言うと、そしたら Facebook 皆さんやられてます、あれ大変なんですよね。自分のお友達が260万人いまして、ね、朝開くと入ってですよね。あれチェックするとお昼までかかるんです大変です。てなわけで、それからライブもね、お付き合いで、お付き合いって言っちゃうわけなんですけど、あちゃこちゃ顔出しして、そうしますと、Facebook 乗っかっちゃうんですね。どこであいつは何やってるのかとすぐ分かっちゃうって。で、っていうことで、そうなんですよね。で、我が家のお姫様が大変で、今日は大丈夫ですけど、来週また仲あるんです。どうしようかなと思って。ということで、一曲目はですね、もう残念ながら亡くなってしまいました。レイプライス、ね、Somewhere Out in Texas。Out in というとゴルフをですね。ということで、Somewhere Out in Texas。成長カントリーに戻したなっていうね、すごいこう印象がありまして、それからハランジェルさん、
準備してちょっとロックに走ったとかね、どちらかというとそういうところだったんですけど、成長バンドに戻したなんて感じで、すごい好きだけど、残念なことね、大失敗だと思いましたね。これやったらね、うまく歌えないんですよね。やべえなと思ったけど、まあ、しょうがない。大丈夫です。さっきリハやったら、途中で歌詞に乗っちゃったんですよね。だから、歌詞間違えたらごめんなさい。飛ぶかもわかるので、3個目じゃあ先に。1982年、というメイクがあります、昔はね、世界中の俺の彼女だったという何としてもね、自分の思い伝えたい、だから世界に、ね、つないでしょうがってなんか、ね、嬉しいな、そんなもんが見てたか、自分でクレイジーマンって歌詞が出てるんです、クレイジーマン、一方クレイジーマンってなわけで1980年、Operator, please come with me. The 1982. I need to make apologies. This crazy lonely man went into the West Indies of my living past, and I won't need to tell them more. I long to love this mess. They say hindsight 2020, but I need to 1980s.